ビハインドザカーブ見ました、地球平面説について意見ください。そのネットフリックスに上がってる、その要はあの地球は平らだよねっていう、だってなんか地球が丸くて反対側に人がいたらそれ落ちちゃうじゃん、平らに決まってんじゃんっていう、あの至極まともな感覚で、だから地球は平らなんだよ、で俺たちが平らなことを証明するぜって言って、なんか200万円ぐらいするジャイロを買ってきて、でその要はジャイロって回り続ける、その回ってる回転を維持し続けるっていう機能があって、でそれって地球が自転したとしても同じ角度でいるはずなので、ジャイロを使ってる限り地球が平面であることを証明できるんだって言って、科学的知識をもとにそのシステムを作って200万円ぐらいかけて、みんなでよしこれで証明しようって言ったら、うわ地球平面じゃなかったって気づくっていうあのなかなかね、科学的にはあのなんか紳士ですよね。あの、実験の結果を、あの、こう、ちゃんと信じて、あ、俺たちやらかしちゃったって思うっていう、その、ね、あの、やっぱ科学を信じてるってところで僕はいい話だなと思いました。はい。